横浜青葉 JCT 横浜港北 JCT 横浜青葉出口料金所横浜北西トンネルの北端建設中の横浜青葉 JCT 中央のスペースに後に横浜北西線が接続した首都高速神奈川7号横浜北西線は神奈川県横浜市都筑区から青葉区に至る首都高速道路の路線である全長7 1トル。 各都市広域幹線道路を構成する路線でもある。2020年3月22日に開通した。横浜市と国土交通省が第三景品道路と東名高速道路を結ぶ道路の建設を構想し、2003年7月から有識者委員会を設立して、沿道住民の市民三角で意見を取り入れながら、計画の策定を本格化させた日本で初めての パブリックインボルブメントを導入した路線である。東路線により、陸、海、空のネットワーク強化による、国際競争力の向上、災害時などにおける道路ネットワークの信頼性、向上、透明高速道路とのアクセス性向上による、物流の効率化、ほどがやバイパスなどの渋滞緩和と、沿線地域の生活環境の改善などが、期待されている。 2005年8月に道路が通過するおおむねのルート、構造の計画が2008年9月には都市計画素案が公表された。全長約7 1トルのうち約4 1トルを横浜北西トンネルが占める。シールドマシンは2017年に横浜市緑区北八作町の建港を出発し、1日最長2 0ルを掘り進めて、 約16ヶ月で、掘削完了した。トンネルは途中、横浜市営地下鉄、グリーンラインや鶴見川と交差しており、推定トンネルに該当するため、道路法第46条第3項に基づき、危険物積載車両は、同トンネルを通過できない。2011年3月15日に、都市計画決定され、2012年7月10日に、 神奈川県知事から認可されて、同月25日に横浜市と首都高速道路株式会社が事業化を正式に表明。2014年11月7日に正式に着工した。開通目標については、2012年7月の時点で2022年4月、着工時点では2021年度としていたが、2016年3月27日に、 菅義偉官房長官は首都高速神奈川7号横浜北線と北西線の整備を最大の悲願と強調して2020年に開催を控える東京オリンピック前の開通を目指す方針を示した。近隣住民の理解によって用地取得期間が短縮されたほかトンネルは掘作工事と同時に 道路設備の工事が行われたため、約2年早く開通にこぎつけた。着工時点では総事業費は約2200億円で、横浜市が約620億円を負担する計画となっていた。首都高速道路も、東名高速道路も、通行料金は、距離制であるが、首都高速道路には、通行料金に上限があるため、首都高で遠方まで行く自動車が、 料金の安い横浜北西線へ流入し、通過交通が過剰となってしまう問題が懸念された。このため、横浜青が JCT を介して、東名高速と首都高を連続利用した場合、首都高速道路の上限料金を引き上げることで、首都高速3号渋谷線経由と同程度の料金となるように調整される。24時間交通量道路交通センサスより一部データを、 抜粋して作成。ありがとうございます。